皆さんは弘前公園の中を車椅子で歩いたり介助したことはありますか？弘前公園は数年前、通路の一部が舗装され大変便利になりました。今回車椅子で弘前公園の快適な歩き方を検証してみましょう。協力団体1、弘前レポーターズ。協力団体2、バリアフリー調査隊リエ。それでは大手門口から入ってみましょう。門の下に何か発見。ステッピングバーを踏み、前輪を浮かせるといいでしょう。リエの二人はこのように通りました。公園内は樹木を守るため中央のみ舗装されている道路が多いので真ん中を通ると楽です。広く舗装された快適な道を進むと橋が見えてきました。続いて下城橋を目指します。下城橋の付近からなだらかな上り坂。一人の介助で難しい時は応援を頼みましょう。天守が見えてきました。天守には車椅子は入れないので本丸で景色を楽しむことに。登り切った後の景色は格別。中央高校口から入ると緑の相談所があります。緑の相談所では車椅子を借りることができます。足腰が弱くて公園を歩く自信がないという方は車椅子を借りることをおすすめします。車椅子は大手門口の観光館でも借りることができます。中央高校口から物産館に向かって伸びる道は緩やかな下り坂になっています。右へ行くとレクリエーション広場や北門、西堀に着きます。東門はどうでしょう。東門口は平らな道が続きます。植物園は東門からも入れますが砂利道なので大手門口からの入場が便利です。本丸に向かう途中に公園唯一石でできた橋があります。
最後に北門からも入ってみましょう。北門は本丸には遠いですが、西堀に近い入り口です。亀の小門をくぐり、西堀を目指してひたすら直線の道を進みます。吉田橋手前で右に曲がり、しばらく進むと西堀に着きます。西堀沿いは桜のトンネルとして有名です。弘前公園にはバリアフリー対応のお手洗いが17箇所あります。桜祭り期間は車椅子介助のボランティア、車椅子応援隊も常駐しているので快適に観光できます。